バッティングセンター式ギターコード練習のやり方、自分に合ったスピードを選びましょう。次のコードを鳴らす前に指を離しましょう。回数を重ねると打率が上がります。繰り返しチャレンジしましょう。それでは始めます。60キロ。3、2、1。80キロ。3、2、1。100キロ。3、2、1。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。この練習はですね、綺麗になったら1ヒットとカウントする、逆にね、音が綺麗にならないときはポテンヒットとかね、5度だと思ってもう1回ね、綺麗な音を狙ってチャレンジしてみてください。1回ごとにね、指を離してまた押さえ直すっていうのがね、すごくいい練習になります。1回指のリセットをかけてね、押さえ直すっていうことを繰り返すことで、指がだんだんそのコードの形を覚えるようになるので、それが体に染み付くまでね、何度も繰り返すといいと思います。コードを鳴らしたらね、音を伸ばすっていうのも結構ポイントですね。その音を持続させるためには指の力を入れっぱなしにする必要があるので、それがですね、指を鍛えることになると思います。特にバレーコードなんかだとですね、それキープするって結構大変なんですけれども、なるべくこうね、音をキープするように心がけてみてください。繰り返してるとね、だんだん打率が上がって、最後にはきっと打率10割になります。最初は2、3割でもね、
ね、繰り返すっていうことがすごく大事です。この練習ね、まあ一応60、80、100っていう風になってますけれども、まあ、60キロから100キロまでをね、ずっと通して練習するっていうのも結構いい練習になるんじゃないかなと思います。この練習自体をね、ゲーム感覚で、何回もチャレンジすると、きっとそのコードをきれいに弾けるようになると思うので、ぜひ試してみてください。ではさようなら。